職を考えてるんですけど、どういうことを基準に企業を選択したらいいのか分かりません。将来的に起業したらいいですね。もう、起業できるんだったらもちろん、とっとと起業するのはね、素晴らしいことだと思いますし、ただ、今、起業っていうのは当然こうリスクも伴いますから、僕も今でこそね、本当に株式会社2つと、一般社団法人1つということで、3つのまあ法人を代表、あるいは役員としてこう、経営させていただいている立場ですけど、もう、そんなことになるとは夢にも思ってなかったですし、7年前ですか？もう今8期目に入ったんで、7年前にね、起業した時っていうのは、本当に興奮するんですよね、あれ。法務局とかね、なんかいろんなとここう、書類持ってって、なんか実印作ってですね、印鑑ついて、なんかこういろいろお金も払ってですね、こう自分のところのこう株式会社がこうできてくるとね、書類上で。なんかこう、結構興奮してきたりするんですよ。これで社長になってしまった、みたいな。だから社長になって誰でもできるし、企業なんか誰でもできるんですよね。個人事業主で良ければ本当に届け出さえ出せば、もうその日から本当にこう個人事業主として一応代表、社長さんということになるわけですから。でね、大事なことはまあ起業してから、いかにこう、きちんと売り上げ上げながら、世の中に貢献もしながらですね、会社を、保っていくか。なんかこう10年間で残る、会社がわずか数パーセントだとかね、そんな話もありますよね。大企業であったとしても安定の時代ではないということは事実ですから。なんで、ご自身で思いを持って、こう、立ち上がっていくという、素晴らしいことだと思います。ね。あとまあ、個人的に転職するときの判断基準っていうのはね、これ難しいんですけれども、いくつかね、選択肢があると思って、で、本当はね、もし欲張れるのであれば、あなたのきちんと良さを理解してくれたりとか、するところがあればそれはいいですけども、まあ、そんなのはないと考えておいた方がいいですよね。そう、例えば僕が転職をしたとしてですね、いやー、津田さん素晴らしい人ですね、と、そういう人材を待ち望んでいたんです、みたいなね。そう、もうぜひ津田さんにうちの会社で大活躍していただいて、みたいなことって、まあ、ありえないですから。なんでね、なんかどこの企業も、最初ね、絶対いいことも言います。うちの会社はいい会社だよ、と絶対言うと思いますし、誇りにも思ってると思う。し、なのでね、入ってみたら実情が全然違ったみたいなことは 100% ありえますから。なので、僕にするとすごい大事なのはね、いざ蓋開けてみたら聞いてた話と全然違うぞみたいなことっていっぱいあると思うんですが、そこで、いかにね、やり抜くかってことはもう本当に大事だなと思ってます。もう、いかにそこでね、自分の給料以上の仕事をするだろうかってことですよね。例えばまあ、これ僕いつもよく喋ってるんで、聞き飽きてる話かもしれないんですけども、僕もともと某、ちょっとブラック企業にいたわけですよね。本当にドラマにも出てこないんじゃないかレベルのですね、そんな企業あるんかいなっていうぐらいの、結構なブラックのところにいたんですよ。いたんですけれども、そこでね、最初入った時はもう、全然聞いてた話と違うやん、みたいな感じだったんですよね。もう本当にこれはすごいぞっていうレベルですごかったんですよ。そこで正直ね、ちょっと自分が不満を感じたりとか、何やねんこれっていう感じでね、働いてた時っていうのは何も起こせなかったなぁと思ってるんですよ。でもそこでちょっと一念発起してですね、要は誰よりも輝いて、誰よりも必要とされてる仕事してやろうと。ね、上司に利益率がどうのとかね、売上がってことをつつかれても、いや少なくとも僕は全然ちゃんとやってますから、やり抜いてますからを数字でも見せるし、僕は少なくとも自分の給料以上の、利益と売上っていうのはここできちんと確保してますから、会社に対してきちんと貢献してますってことを数字でもきちんと出せる、まあ小売業だもんね、そこはある意味出しやすい部分でもあったんですけども、売上とかだけではなくね、いわゆるその会社が求めていること、お客様への貢献ということをいろんな要素があるんですけども、その部分によってね、それをね本当にやり抜けたかなと数年間ではありましたけども、思ってはいるんですよね。で、某小売業だったんですが、最終的には近所のおじいちゃんおばあちゃん、高齢者の多い地域のあるお店だったんですけど、そのおじいちゃんおばあちゃんが津田弘明に会うためにお店に来てくれる、お買い物に来てるのに、僕が休みの日は、おじいちゃんおばあちゃんが帰っちゃうみたいな。全員ではないけど。そう、何や、ハゲの兄ちゃんおらんのって言って、じゃあ、わし明日また明日来るわみたいな感じで。翌日に行くと、津田、お前、いつも来てるばあさん、あれ、なんか、お前がいないからって帰ったぞって、今日また来るって言ってたから声かけてやってくれるみたいな感じで。あ、そうなんすかみたいな感じで。それありがたいですね、つってね。
ていうような、それこそその本当におじいちゃんおばあちゃんに笑顔になっていただけるような仕事っていうのは、あの時期本当にこう楽しみながら、正直ブラック企業だったんでね、環境的には正直本当にあの最悪なところもいっぱいあったと思います。その中でね、一生懸命こう働いていたので次の道が開けていった。僕で言うと、そこでもう徹底的に働いていて必要とされる人材になったなと、なんとなくご自分でも体感があったら、本当に偶然を装ってコーチングに出会ったり、カウンセリング、アドラー心理学とかですね、そういったものに同時多発的に2010年なんですけど、ポンポンポンと出会って、そこから一気にこう人生が変わっていくな。まあ、ついでに言うと、その段階でこう、妻にも出会ってたりしますから、自分のレベルを上げたら、こう人とのご縁が一気に変わってきたんですね。そんなこう、あるんですよ。経験も。で、僕の周りの人々もそういう方ってすごく多くて、だから、転職先のまあ基準、もちろん選ぶときの基準ってあるんですけども、自分がある程度こうやりたい仕事とか、自分を本当にこう活かせるような業種業態なのかというのは、しっかり見極めた上で飛び込んで、あとはそこでもう一花咲かせることに全力を尽くすってことですよね。上司との巡り合いというのもいろいろあるわけなんですけども、世の中にはややこしいしょうもない上司とでもうまくやれる人間が当然いるわけですから、うまくやれば何でもごますってね、こびたりとかいうことでもって、きちんとその方ともコミュニケーション、はい、わかりましたって言ってね、じゃあやりますってことで、基本的にはどんな人間でも、キビキビと、はい、と素直な気持ちで、動く人っていうのはね、どんなこう、ビジネスの世界の中で、ビジネスパーソンとしては、基本的にはこう、好かれて愛されるってことがすごく多いと思いますので、そんな人材をご自身で目指してね、置かれた場所で全力でこう花を咲かせるっていうことの方が、すごくね、働いてこう大事なんじゃないかな。逆にその機会をね、今のうちから持ってるから、どこへ転職しても絶対大丈夫だと思いますし、そんな思いを大切にしてね、基準を選んで、飛び込んで、活躍していただくと、いうことをね、すごく応援したいなと思っている次第でございます。ありがとうございます。